アートをもっと楽しく、江夏画廊チャンネルの江夏です。毎日1枚の絵画をご紹介していますが、本日ご紹介するのはアメリカのアーティストロバート・キプニスさんの庇と窓というタイトルの版画作品です。キプニスさんはアメリカではとても有名なアーティストなんですけれども、この独特な世界観、静止という言葉がねもうぴったりだと思うんですけれども、心を静かに落ち着かせてくれるような作品で、多くのファンがいます。この庇と窓というタイトルの作品も、この庇と窓、この組み合わせに独特な造形美を感じて、もうこうある種抽象的とも言えるようなねこう美しい作品に仕上げるという、これがねもうアーティストならではの視点だなと思って、私も大好きな作品です。で、弊社の取扱いアーティストであるマッケンジー・ソープさんも、実はこのキプニスさんの大ファンだということで、コレクターであるということを教えていただいたことがあります。アーティストが認めるアーティストですね。